佐藤澄香です。綺麗に痩せるためのファスティングプログラムに、取り組んでいます。今回私が取り組んでおりますのは、こちら7日間プログラムです。昨日からスタートいたしましたので、本日は準備食の2日目にあたります。で、実はですね、まだファスティングに取り組む前のこの準備期間なんですが、実はすでに体に変化が出ております。まずはですね、今日、今朝の目覚めがものすごく良かったんです。目覚ましがもう鳴る前にパッと目がですね覚めまして、朝からフットワーク軽く、いろんなことができたんですね。朝食は準備食用の、体に、負担の、消化にね負担のかからないものを、本日も美味しくいただきました。もうメインはその和食中心なんですけれども、本日はですね、厚揚げ豆腐を50度のお湯で洗いまして、なぜ50度かというのはまたね、別の機会でお伝えしたいと思うんですけれども、その50度洗いした厚揚げ豆腐を、洗った後そのまま何も引かずにフライパンでこう焼くんですね。で、その焼、こう裏表焦げ目がつくぐらいまでこう焼いた後、そのお豆腐の上に、茹でたブロッコリーと大根おろしを、こんもりとですねかけて、美味しくいただきました。私のね、家族、主人や娘は、お醤油をねかけて食べてましたけれども、私はもう何もかけずにいただいたんですね。すごく美味しかったです。あとはですね、体がすごく軽いんです。なので、お仕事にもですねその分こうすごく集中ができました。もう本当おかげさまです。あと、朝一つ、嬉しいことがあったんですけれども、私高校2年生の娘が一人娘おりまして、その娘のお弁当を作ることができました。実に約1ヶ月ぶりに作ったんですね。やっと、週に2日なんですけれども、学校にも行ける状態にこうなってきたのかなと思って、すごく嬉しかったんです。もちろん娘のお弁当もですね、玄米もち麦ご飯に、梅干しを入れて、今日はですねひじきとちりめんとごまがこう入っているふりかけをねかけてあげたんですね。あとメインのおかずは、お野菜もいつも中心なんですけれども、さすがに娘のお弁当にはお肉をね入れてあげました。私は今お肉や、卵などの、高タンパク高脂質のものはお休みしておりますし、もちろん精製されたようなこう白米ですとか、あとパン、小麦、パスタのようなねそういった小麦製品も取っていないので、娘にはね入れてあげたんですね。こういった形でそのまだファスティングに入る前なのに、目覚めが良かったりですとか、体が軽くて、集中力も上がって、いろんなことがそのテキパキと、こなせる一日となりました。自分でもすごくね嬉しかったんですね。で、この準備食期間中によくあるご質問なんですけれども、朝って特にこう忙しいじゃないですか。特に女性の方はですね、朝ごはんの準備であったり、ご家族分のお弁当を作ったりですね、もちろんご自分のお仕事の準備とか、すごく忙しい時間帯だと思うんですね。もうものすごくよくわかります。もう余裕がないんです。ただこの準備食に必要なその食材を使ったお料理は、すごく大事なんですね。ですから、ここで私からおすすめの食材を、ご紹介したいと思います。普通こうお野菜を例えばこう冷蔵庫から取り出して、きれいに洗って切ってってすごく手間じゃないですか。それをですね解消できるいい食材があるんですね。それは何かと言いますと、今日お持ちしております。じゃん、こちらです。こういったですね
言いますか、こういった要は天日干しされたお野菜を上手に使ってあげることで、あの朝の忙しい時間だが特にこう時短ができるんですね。でこういったものは本当に袋からつまんで鍋にポイです。あのおすすめはお味噌汁ですね。お味噌汁をあの一工夫されるだけで、その準備食にすごくあの適した食材が使えますから、あのお味噌汁の中にぜひこういった天日干しのお野菜を使うことで、しっかり栄養も取れて、時短もできて準備食にふさわしい、まあ、一品になるということなんですね。で特にこういったあの天日干しのお野菜系はですね、あの普段なかなかこう取りにくいビタミン D ですよね。例えば今こういったあの自粛ステイホームであまり外出できませんよね。そうするとこう日頃より日光に当たる時間がこうなかなか確保できないと思うんです。でこのビタミン D というのは日光にだいたい20分ぐらいそのこう日に浴びると体内でそのできるですよね。なのでそのビタミン D というのは、まあ骨を丈夫にしたりですとか筋肉のね方にもあのすごく重要なビタミンですから、そういったビタミンをその日光で、まあ、取るのももちろんなんですけれども、こういった天日干し野菜で、体内に取ってあげるのもすごく大切です。なのでこういった食材をぜひ上手に取り入れてくださいね。あとはその、まあ、白米の代わりにその玄米もおすすめなんですけれども、どうしても玄米が苦手な方は、まあ、せめて白米とご玄米を半々で炊いて召し上がっていただくですとか、もしくはその私も大好きなんですけれども、こちらもち麦です。こちらはですね、あの大分県の国東市にあるライム工房さん の、 あの珍しい紫もち麦なんですが、私家族で美味しく、いつもいただいてます。でこういったものをプラスアルファすることで準備食にふさわしい食材に生まれ変わることができますので、上手に取り入れてみてくださいね。さあ、私準備食2日目がですね、こうしたようにこう無事に迎えることができたんですけれども、あのなぜこんなにこう準備食が大事ですよと力を込めてですねお伝えしているかといいますと、理由があるんです。それはこのファスティング期間中ですね、あの明日から私ファスティングいよいよ3日間入るんですけれども、このファスティング期間中にそのパフォーマンスを最大限にこう上げるための準備期間なんです。試合に例えるならその本番のその試合のですねパフォーマンスをいかに上げるかというのはこの準備の期間にかかっているんですということなんですね。なのであの、まあ、心理的にですねこう明日からこうご飯を食べないんだと思うと、あの私もファスティング初めて、取り組んだ時にこう自分の思いをですねこう振り返りますと、明日から食べれないので今のうちにこう食べておこうとかですね思ってたんですよ。今のうちだみたいにあの食べちゃうんです。ただやはりあの失敗しましたね。準備食を怠ると結局そのファスティング中のパフォーマンスが下がるので、いろんなあの反応が出たんですよ。まあ、また明日以降お伝えしますけれども、ですのでやはりせっかく取り組むわけですから、最大限にパフォーマンスを上げるためには必ずこの準備食で手を抜かないということです。準備食の間にしっかりともその準備をして、パフォーマンスを上げていく。でそのパフォーマンスは何かと言いますと、今回の私でしたらその目的はデトックスですので、体内に溜めてしまったあのいらないもの有害物質を全部あの出したいわけです。もしくは体重を落としたいという方、しかもその筋肉をですね落とすわけではなくて、その脂肪を落とした結果痩せたいという方はやはりですね準備食大事ですから、真剣に、取り組んでいただきたいなと思います。でそのパフォーマンスを上げるためにですね、キーワードとなるのがこの体内酵素と言われるものなんですね。
と今からお話ししますね。その体内酵素を味方につけないといけないわけです。そのための、準備食とファスティングですからね。でこの体内酵素は、まあ、体内にある酵素なんですけれども、普段ですね食べ過ぎてしまっていらっしゃる方ですとか、こうダラダラ食べてる方、もしくは夜こう寝る前ギリギリまで召し上がってる方というのは、その体内酵素の 100% のうち、もうほぼ 80% をその消化に対して使ってしまうんですね。でこの消化酵素というのは、その食べたものを分解して吸収するまでが働きなんです。でその吸収してしまったものを次にいかにエネルギーに変えて、いらないものを体内から出すというその大事な作業をしてくれるのが残ったその代謝酵素なんですけれども、その足りすぎてしまうとほとんど消化に酵素を使い切ってしまうわけですから、体にその溜めたままになるわけですね。代謝が残っていないので外に出せないまんま終わるということです。ですから結果、太ってしまうということになりますよね。であと中にはですね、その私はそんなにその人が言うほどその食べ過ぎてるわけではないのに太ってしまうのはなぜですかっていう質問もよくいただくんですけれども、そういった方というのは往々にして早食いでいらっしゃる、要はよく噛んでらっしゃらなかったり、食べる量は少ないんだけれどもこうダラダラ食べてらっしゃる方、またその食べていらっしゃるものがとても消化に時間がかかるものを好んで食べていらっしゃる方、例えばお肉であったり小麦製品であったりですね、すごくその消化酵素を使わないとそもそも消化できないものを多く召し上がっている割合がですね、そういった方はその量は少なくても消化酵素は無駄遣いされていらっしゃるわけですから、結果太ってしまう。いかがでしょうか。心当たりがある方は、あ、そうだったのかとご納得いただけるのではないかと思います。で、次はですねこちらです。で私もね以前お伝えしました、満月と新月の夜ご飯は必ずお休みするんですよっていうようなこうプチファスティングですね。こちらはその先ほどの決まった量の体内酵素を、晩ご飯をお休みしてあげることで酵素をですね消化に、2割ぐらい使ったとしても残りの 80%、 8割を代謝に使えるわけですから、しっかり食べて分解して吸収したものをエネルギーに変えてちゃんと出せるところまで酵素がこう使えるわけですね。なので結果やはり代謝も上がりますし体重も落ちやすくなりますよという方法でした。で今回私が明日から取り組むこの3日間のファスティングは、この体内にもともとある酵素をですねもう 100% 代謝に使える方法なんです。すごいことですよね。 100% です。消化に使わないということですね。結果、デトックスもできますし脂肪もどんどん燃やすことができて、結果健康で美しく体重を落とせる、痩せれるということにつながるわけなんですね。こういった体の仕組みをこううまく味方につけるのがファスティングプログラムなんです。いかがでしたか。よくお分かりになられたと思います。あとはですねファスティングをする目的ですよね、それぞれだと思うんですね。私のようにその体の中をデトックスしてもっともっと免疫力を上げたいという方もいらっしゃれば、その本当に体重をね真剣に落としたいという方もいらっしゃいますし、アレルギーをこう治したいという方にもすごく有効なんですね。あとは逆にそのご質問があるのはですね、ちょっと余談ですけれども、その痩せ体質の方ですね、痩せを通り越してこうガリガリな方です。こんなに痩せているのにそのこれ以上痩せたくないと
ただその体の中に溜まった悪いものは出したいんですけれども、あの先生、私みたいなこのガリガリなね体のこう女性でもファスティングってできるんですか、というご質問もあの実はあります。で、結論からお伝えしますと、できます。で、私もそうなんですが、そこまでその何キロもこう大幅に体重を落としたいわけではないんですが、やっぱりファスティングをすると落ちます。ただ、痩せ体質の方ですとか、そういったガリガリの、ね、方というのは必ずあの一定の体重に戻りますから大丈夫です。で、逆に臓器がきれいになって食べていらっしゃるものがしっかり吸収できるお体にこう変わるわけですから、逆に体重がこう増やすことができたり、もっともっと、きれいに健康体になる方が、いらっしゃるんですね。なので安心してくださいというお話でした。さあ、それではいよいよ私、明日からファスティング1日目を、迎える、準備、こうしてこう無事に迎えることができたことに感謝です。そして、このお話を聞いてくださった、皆様にも感謝です。またこのファスティングに関してご興味があったりご質問がある方は、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、そちらからご登録後、直接私にいつでもご相談ください。一つ一つ丁寧にお返事させていただいております。またこの動画をですね、繰り返しご覧いただいて、こう繰り返し、このお話を思い出していただきたいと思います。あなたご自身と、そして大切なご家族を、守っていただくためにも、ぜひあなたでできることから取り組んでみてください。またですね、今回のこのお話が役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。